杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。薬にまつわる情報をお届けする教えて薬剤先生。今日の内容はこちらです。月間テーマは認知機能。今日は脳を活性化するトレーニングをお送りします。原先生、脳のトレーニング、脳トレという言葉をよく聞きますが、脳トレにはどのようなものがありますか？そうですね、例えばナンプレ、数独ですね、間違い探し、単純計算トレーニングなどがいろいろなものがあります。宇野さん、今日はですね、実際に脳トレやってみませんか？はい、頑張ります。じゃあ今からですね、ここに問題用意してますので、それを出しますので、記憶して何が書いてあるか答えてください。はい、では第1問いきますよ。はい、いいですか？はい、覚えましたか？大丈夫です。何だったでしょうか？鉛筆、けん玉、電球ですね。あ、正解ですね。よかったです。ちょっと増えますよ。はい、いいですか？これはどうでしょうか？6個になったんですね。6個です。いいですか？はい、多分大丈夫です。はい、ここで少し間を置いて、何だったでしょうか？鉛筆、けん玉、電球、メガネ、カメラ、ハサミ。大正解です。よかったです。でも最後のこれをクリアしてください。はい、いきますよ、最後ですよ。はい、どうでしょう？多いですね。覚えられるかな。9個。いいですか？多分、はい、大丈夫です。では答えてください。鉛筆、けん玉、電球、メガネ、カメラ、ハサミ、ギター、サッカーボール。あ、いいですね。最後1個何でしたっけ？何でしょう？出てこない。あれ、何だったかな。何でしたっけ？なんか抜けてますね。最後の1個、答えはこれです。マイク。マイクだったんですね。難しい。結構覚えるのって大変ですね。なかなか難しいですよね。使わない筋肉が衰えるのと同様に、脳も使わなければ衰えてしまいます。脳トレで頭を使ったりとか、笑ったりとか、幸せを感じたり、脳を喜ばせることが脳の活性化につながりますので、ぜひ続けていただきたいと思います。今日のポイント、脳を活性化するトレーニング。認知症予防には運動や食事、生活習慣のほか、脳の活性化を行うことも重要です。認知症予防のために、毎日をエンジョイしながら生活していきましょう。次回はお薬を飲むタイミングについてお送りします。原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。